どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。ゲスの3プラス続きをプレイしていきたいと思います。まあ、キャラクターだいぶ変わるね。これ印象がいこうかな。体力300しかねえけど、あ、いいのか。300スタートでガンガンじゃ飛ばしていきます。で、俺に関わるな。なんだと、せっかく人が親切に声をかけてやったのに。やめとけ。わしらのことを宇宙者狩りか何かと思っておるのよ。勝手に死にするぜ。ごめんって。すごい、急に白髪の雨に打たれて。そうか、あそこで助けてもらうと体力回復した状態からスタートか。もうね、刀が欲しいですからね。はい、ごめんね。あ、でも大根持ってるな。キノコ6、キノコ。でもね、ダメージを食らうわけじゃなくて攻撃力下がるだけだから。どう？あ、質関係ねえな。あれ、刀の強度とはまた別だったか。あ、で、立ってる。ちょっとこの人ね、いい人だから。こんにちは。藤森酒造。やはり、乱世の旧友か。だが、おお、お主、あの戦を生き延びたか。だが、死ねなかった者の方が地獄へと近づくということもある。より多くの者を背負ったな。ねえ、生倉刀でもいいから捨てて投げる。あれ、そこ拳？あ、でも拳だとガードができないからな。明らかに弱い。おい、いかがか。何のため、侍なら戦うために生きるべき。そうだったな。それを探すために生きようと思う。おい、そうだ。ありがとう、しんのすけさん。そうだ。まだ小さな予感があるな。ちゃんと刀を装備しないと。あの人倒したら超いい剣手に入ると考え方がやばいな。鎌倉刀3もあるじゃないの。いいもん持ってるね。どこにいんのかな、旅館は。まあ、この時点でわからんのね。月光よ、さようなら。早いね。しんのすけ倒しちゃおうかな倒しちゃおうかなって。倒せる相手なのかね。やってみるか。いや、絶対倒せないと思うけどな。いざ尋常に。え？戦は終わった。あ、そういう争う必要などない。そうなの？だが、拙者もお主にとっては敵の一人。え、そうなの？どうしてもやるというのなら相手をしよう。いや、嘘す、嘘す。土下座します。今さら命乞い。いや、めっちゃ強い。
どうだ。弾きれ。いて。あ、許して。許して。そんなすぐには死ねないの。くう。もう終わりだ。せっかく拾った命、無駄に使うな。へい。いいな。ボコボコにされた。誰か見てるぞ。しんのすけめ、みすみす敵を逃すとは頼りにならんやつだ。悪そうなやついるな。やつは桜井の元。超悪。やはり信頼はおけんな。ぜひ尻尾を掴んでやる。こんなルートがあるんですね。行って行って行って、ありがとう。よかった。またすぐやられちまうとこだったぜ。それどころではない、ということだ。なんか、まだ怒るの。ちょ、この体力の間に何か起こっても困るんだが。大丈夫そうかな。下手するとチンピラに切られて死ぬからな。朝、あ、なんだ、なに今のダメージが高い刀が欲しいです。おら、おら、おら、聞いてんじゃねえ。そう、優しいね。体力少ないからどっか行けって言われた。さあ、大根の収穫をね。よし、やっぱ蹴った方が早いな。優しいチンピラさんで助かったぜ。ああ、じゃあね、坊や。あ、落ち着け小僧。さあ、こうた。どうなんだろう。夜にな、あんな不審者出てきて。寝まーす。夕方まで。夜になればでも奴ら出てくるか。あいつらぶっ飛ばして、まずは藤森郡に入りましょう。すいません、受付があった。そうです、雇ってください。まず腕試しってところですか。どこで、ここで。大淀と高富は桜井様だ。ほら、あー、こんな感じになるね。当然、天野の体では済まない。しかし、一番右のやつダメだろ。あれらは桜井の旗の下に好き勝手しているだけじゃ。なんとか力してロックをもらおうにのおだとも、どうにもならん。あ、この人は。なかなか手だれが揃ったようだな。では、これより審査を始める。死を恐れぬ真の侍のみが大殿と共に天下をつかむことができる。その覚悟のある者は一歩前へ出るがいい。出た俺。あれ、今俺が操作したボコボコにされたのにいいだろう、その力
存分に振るうがいい。ありがとうございます。この梅宮慎之介、しかと見届けようぞ。では、始め。待て、そんなバトロワみたいな。ぶっ壊れるよね。うわ、処理落ち、生クロト。うわ、バトロワじゃん。ちょっと待って、いらねえ刀を投げてんだが。投げる。よし。刀がめっちゃ手に入るじゃん、ここ最高だね。待って、刀、あ、いいじゃん、強い。投げる。よし。はは、面白い。認めてやろう。だが腕はいまいちだな。なんで？その程度の腕では我が藤森家の家臣として。あれ、いや、そういう話、そういう流れ。なんで？え、うっそ。あんだけ頑張ったのに、なんだよ、こっちから願い下げだよ。っていうか、返して刀、なにもあそこにあったの、ちょっとちょうだいよ。うそ、厳しいな。どうしよう、夜になるね。そろそろ刀をゲットできる時間だ。なんか落ちた。ああ、二人もいる。不審者いすぎ。うわ、強い。うわ、強い。おら。いいぞ。あ、入るね。いいね。このままいけそうだ。さばけないでしょ、生倉と俺の。いいぞ。生倉との力見せたれ。切り倒せ。待って、いい刀を手に入れた気がする。わーお、強いぞ。そんなに攻撃力ないけどね。血祭りーやばい。ちょっと待って、いいよ。
一回防御を挟むことによって崩す。はい、なんちゅう量だ我が血相、覚えたぞ。はい、崩して、まだ見えん。肩のレベルが上がった。切り続けろ。くっ、やさんぞ。いらねえものを投げる。置く。拾った。ゲットした。いやでもこれ持ってんじゃない日本は。だよね。どう、それだけ確認させて。持ってねー。いや持ってるね。一本持って帰ってきた俺。よし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 。一本持って帰ってきた。これで頑張りましょう。ということで次回もお楽しみに。ほんじゃまたな。